昨夜、静岡市の繁華街でビルが燃え消防隊員とみられる遺体が見つかった火事で建物には消防設備などに不備があったことが分かりました昨日午後10時ごろ静岡市葵区呉服町でビルの3階の飲食店から火が出ました火はおよそ5時間後に消し止められましたが3階がほぼ全焼し焼け跡から1人の遺体が見つかりました ビルは2016年に消防が行った立ち入り検査の際階段部分の感知器不足など不備があったことが確認されていますが消防はこれまでに改善の報告を受けていなかったということです静岡市消防局ではおととし吉田町の工場火災で隊員3人と警察官1人が死亡しています安全管理体制再訓練 それを務めてきた中で、このような事故が起きてしまったということを、とても重く受け止めております市消防局は、消火活動や対応に問題がなかったか、検証を進めるとしています。